アーチャーフィッシュは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、汽水域から海水域に生息し、水鉄砲を打つ奇襲で知られている、鉄砲をにちなむ。同盟の米軍艦としては初代。なお、退役から3年後に、スタージョン急原子力潜水艦29番艦として2代目、アーチャーフィッシュが収益している。第二次世界大戦中、 艦名はアーチャーフィッシュとハイフンで繋がれたが、1952年の最終駅時にはアーチャーフィッシュとなり、ハイフンが取り除かれた。アーチャーフィッシュは1944年に日本海軍の空母シナノを撃沈する戦果を挙げたが、これは潜水艦が撃沈した軍艦の中では最大の記録である。このことは本文中で改めて記述する。 鉄砲ウオスモールスケール、アーチャーフィッシュアーチャーフィッシュは1943年1月22日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港する。5月28日にマルベナシートンプソンによって命名、浸水する。9月4日に艦長ジョージ・ W ・ケール中佐の指揮下収益、ニューイングランド近海で訓練に従事する。11月29日に パナマ運河を経由して、ハワイ、オアフ島の新珠湾入港し太平洋、艦隊潜水艦部隊に編入された。12月23日、アーチャーフィッシュは最初の紹介で、東、シナ海に向かった。27日に、ミッドウェイ島に寄港し燃料を補給した後、台湾北方海域で作戦任務に従事した。紹介期間中、 アーチャーフィッシュは1944年1月18日、22日、25日の3度に渡り、商船3隻を攻撃し、9000トン級貨物船の撃沈を報じたものの、実際には戦果は上げられなかった。1944年2月15日、アーチャーフィッシュは53日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。3月16日、 アーチャーフィッシュは2回目の紹介でパラオ近海に向かった。パラオに対する機動部隊の攻撃が実施される予定であり、アーチャーフィッシュはパラオ北方で支援活動に従事した。この紹介では攻撃機会には恵まれなかった。アーチャーフィッシュは基礎にジョンストン島を経由。4月27日、アーチャーフィッシュは42日間の行動を終えて真珠湾に帰島。 館長が、ウィリアム・エイチ・ライトに変わった。5月28日、アーチャー・フィッシュは3回目の紹介で、小笠原諸島方面に向かった。6月28日、アーチャー・フィッシュは、北緯24度44分、統計140度20分、北緯24.733度、統計140.333度、24.733、140.333の、伊王島沖で、 下白中の小船団を発見。10時頃に来撃し、魚雷一本が第24号解剖艦の全部弾薬庫付近に命中。第24号解剖艦は誘爆はしなかったものの、間もなく艦首から沈没していった。その後は、洋島に対する第58任務部隊に対する救助支援任務に従事。また、7月2日には輸送船団を攻撃して、 輸送船一隻撃沈及び護衛艦一隻撃破を報じた。7月4日にはジョン・アンダーソンを救助した。7月15日、アーチャーフィッシュは48日間の行動を終えてミッドウェイ島に帰島。潜水母艦プロテウスによる整備を受けた。8月7日、アーチャーフィッシュは4回目の紹介で日本近海に向かった。この本州近海における紹介では、 8月13日に北緯32度5、9月29日、アーチャーフィッシュは53日間の行動を終えて、真珠湾に帰島、ジョゼフ海エンライト少佐がアーチャーフィッシュの艦長に就任した。エンライト少佐はアーチャーフィッシュの艦長として赴任する前、しばらくくすぶっていた。デイスの初代艦長として、最初の紹介に従事した際、空母昇格が通過するとの情報を受けた。 エンライト艦長は自分の直感を抑えて命令に従った。その結果、昇格を攻撃するというチャンスを逃した。この紹介で全く戦果を上げることができなかったエンライト艦長は、デイスがミッドウェイ島に帰島した後、戦果を上げられなかったのは自分の責任と報告して、自らを陸上勤務に回すよう要請し、潜水艦救護隊隊長に転じていた。 そして約1年経って、アーチャーフィッシュの艦長として、会場勤務に戻ってきたのである。空母シナの10月30日13時30分、アーチャーフィッシュは5回目の紹介で、日本近海に向かった。11月9日、前進基地のあるサイパン島に到着し、整備を行った後、11月11日に出撃。1 1月14日に、 ヒットパレードと呼ばれるショークに向かうよう指示された。アーチャーフィッシュのショークは南北は本州沿岸から北伊33度10分まで、東西は潮の岬以南から統計139度15分までであった。この紹介での主な任務は東京空襲に参加する P-29 のクルーに対する支援活動であった。11月24日になって、 中島飛行機工場に対する初の B-29 による東京空襲が開始されたが、アーチャーフィッシュの出番はなかった。また、ショークに到着した頃には、隣のショークで活動していたスキャンプの安否を問う情報が11月26日まで数回入ってきた。11月27日、アーチャーフィッシュはその日より48時間は空襲は実施されないという連絡を受ける。 これは、事実上48時間の間は救助活動のことに気を取られず感染攻撃ができることを意味していた。東京湾港浦賀水道沖で先行紹介をした後、調子が今一つだったレーダーを修理しつつ、西に向かって航行した。20時30分頃には稲田はじまを指認したが、レーダーで探知できなかった。その約18分後の20時48分、 ようやく調子が戻ったレーダーが複数の目標を探知し、同時に見張りが右弦前方に黒影を発見した。アーチャンフィッシュが速度をたびたび調節しながら追跡を続けている間、エンライト艦長は目標がヤマト型戦艦であろう。ヤマト型戦艦であってほしいという目見たが、シルエットを観察した感じからタンカーであろうと判定した。この目標こそ、 第17駆逐隊に設定させていた。この時点で相手が艦型識別帳に掲載されていない未知の艦だということが判明した。3時18分に浜名湖南方176キロ地点で魚雷6本をシナノの艦備方向から監首方向に向けて発射した。このうち4本が命中し、アーチャーフィッシュでは爆発音を6つ聴取した。 直後の爆雷攻撃も3時45分頃にはやみ、海中でじっとしていた。品野は飛来後およそ7時間後の10時57分に、和歌山県南端の塩の岬の熊野灘北緯33度07分東計137度04分、北緯33.117度東計137.067度、33.117137.067で、 右限から転覆し沈没した。この様子はソナーを通じた重々しい爆発音の形で海中のアーチャーフィッシュにも探知された。やがてアーチャーフィッシュは浮上し、18時30分にシナ野撃沈と B-29 のための気象報告を司令部に打電した。12月8日から9日には2隻の艦艇に対して追跡の上攻撃を行ったが成功しなかった。 12月15日、アーチャーフィッシュは48日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島した。報告での、スッタモンダの末、アーチャーフィッシュは2万8000トンのクルボを撃沈したと認定され、アーチャーフィッシュはこの功績により、主君部大賞を受賞された。アメリカ軍は、シナノの撃沈自体は、無伝防受で察知していたが、シナノ川に由来する、 名前の巡洋艦改造空母と思い込んでいた。アメリカ軍がシナノの正体を知ったのは1946年になってからのことで、エンライトは海軍長官ジェームズ・フォレスタルから海軍十字章をハリー・エストルーマン大統領から舞台勘定を授与された。1945年1月10日、アーチャー・フィッシュはブラック・フィッシュ、バットフィッシュとウルフ・バックを構成し、 ルソン海峡方面に向かった。この紹介では、両艦バットフィッシュが両112と両113を続け様に撃沈し、アーチャーフィッシュも2月14日に潜水艦一石撃沈の戦火を報じた。アーチャーフィッシュはこれを日本陸軍の潜水艦であろうと判断したが、戦後の調査でこの戦火は認められなかった。アーチャーフィッシュは この紹介で未確認目標により監視部に損傷を受けたため予定を少し切り上げてサイパン島に寄港3月3日アーチャーフィッシュは49日間の行動を終えて真珠湾に帰島。ついでオーバーホールのためにサンフランシスコのハンターズポイント海軍造船所に開港され3月13日に到着したオーバーホールを終えた後6月22日に 新樹湾に到着した。7月10日、アーチャーフィッシュは7回目の紹介で日本近海に向かった。本州の東海岸から北海道南方を紹介し、日本本土爆撃を行う B-29 や第38任務部隊の乗員の救助任務に当たった。8月11日、アーチャーフィッシュは何者かを探知したが、それっきりに終わった。8月15日、 アーチャーフィッシュは北海道沖で終戦を迎え、翌日には館内で主演を挙げた。8月31日に東京湾に入港し、品の誕生の地である横須賀海軍交渉近くで他の11隻の潜水艦と共にプロテウスの側に停泊した。9月2日に戦艦ミズーリ艦上で幸福文書調印式が行われた後、 アーチャーフィッシュは東京湾を出港。9月12日、アーチャーフィッシュは59日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。その後第一潜水艦部隊に配属され、訓練任務に従事した。アーチャーフィッシュは1946年1月2日に、真珠湾を出港し、サンフランシスコに向かった。1月8日に、サンフランシスコに到着し、 3月13日まで不活性化前のオーバーホールを受けた。その後、メアアイランド海軍造船所で不活性化の最終段階を完了する。アーチャーフィッシュは1946年6月12日に退役し、メアアイランド海軍造船所で太平洋予備役艦隊入りした。その後、1950年の朝鮮戦争の勃発に伴う海軍力増強のため、 アーチャーフィッシュは1952年1月7日に現役復帰の準備を始める。その過程で艦名のわずかな変更が行われ、ハイフンが取り除かれた。アーチャーフィッシュは3月7日に最終駅し、3月26日に太平洋艦隊に配属された。翌日から3週間の成長訓練にカリフォルニア州サンディエゴから出港する。 しかしながら3月28日に火災を発生したタミヤメアアイランド海軍造船所に帰還し、修理を受けた。修理は1952年5月27日に完了し、アーチャーフィッシュは西海岸沖で成長を行う。その後パナマ運河を通過し、7月3日に大西洋艦隊に合流する。第12潜水艦部隊に配属されたアーチャーフィッシュは、 フロリダ州キーウェストを拠点として、キューバのサンティアゴでクーバ、グアンタナモアン、ハイチのポルトー・プランス、プエルトリコのサンフアン、西インド諸島のトリニダードを訪れた。アーチャー・フィッシュは1955年4月25日にキーウェストを出港し、収益を解くため、フィラデルフィア海軍造船所へ向かう。不活性化オーバー,ホールを終了後、アーチャー・フィッシュはコネチカット州、 ニューロンドンへ敬遠され、1955年10月21日に退役する。1957年に再び現役に戻った後、アーチャーフィッシュは海洋調査に従事し、その一環であるシースキャン作戦に参加して、極東各地やオーストラリアの港湾を訪問して、水路調査を行った。その途中の1963年には18年ぶりに日本の港湾に入り、 横須賀海軍施設で3週間にわたって整備を受けた。アーチャーフィッシュは1968年5月1日に予備役に編入され、10月16日に除籍された。その後は10月19日カリフォルニア州サンディエゴ沖で標的艦としてスヌークの発射した新開発の魚雷を受けて沈没した。アーチャーフィッシュは第二次世界大戦の先行で7個の従軍 および一個の主君豚衣装を受賞した。アーチャンフィッシュの撃沈した艦艇は、シナノと第24号解剖艦の二隻しかなかったが、撃沈トン数では59,800トンを記録して25位にランクインしており、24位のサンフィッシュとはわずか15トンの差であった。ありがとうございます。